はい、皆さんこんにちは、ピカです。ドラゴンクエスト11冒険していきましょう。はい、前回はねまたいろんなところのねまあ助ける声を聞いていったんですけどもね、また今回もその続きやっていきたいと思います。で前回このホムラのさちょっと待ってね、ドーム、これですね、日野の木火山、飛竜の眠る地で女が救いを求めているそうですようです、ね、で、ここの場所にね今から行ってみたいと思います。はいはい、ね、かわいいですね鹿さん。はいはい、しかし乗れません、ね、しかしです。あ、くっさくってな、お前え食うのまだよし、じゃあそこまで行きましょう。はいはい、そうです。多分ね、ここの奥だと思うんですけどね。ね、違いますね。はい、まるっきり違います。ふざけんな、お前。おいー。火山内部上層でいいのか、ここでいいのかな。あ、皆さん見えます？あそこ多分飛竜とあれややく様ですよ。ちょっと画面ちっちゃかったら見えないかな。あそこね、あの洞窟の向こうにあの飛竜眠ってますよね。ややく様はその前で立ちすくんでいますけど、そこ行きましょう。ここで間違いないよと。こっちか、こっちだ、こっちだ、皆さん見て、こっちだ。 OK、 やっぱややく様だ。どうしたんだ、飛竜まだ生きてる。まさかこんなところに人が来るとはな。そうか、そなたは旅の者か。少し長くなるが、私の話を聞いてはくれぬか。はい。信じられぬかもしれぬが、この飛竜は私の一人息子、ハイマの変わり果てた姿。飛竜の呪いでこんな姿になってしまった。私はハリマを救う手立てを探し求め、ついにこの呪いを解く神器を手に入れた。移した相手を真の姿に戻すというヤタの鏡だ。
だがそのまま鏡を向けても反応はない。どうもヤタの鏡の真の力を引き出すにはラーの雫というものが必要らしい。旅の者よ、もしも旅先でラーの雫を見つけたら私に譲ってくれぬか。それさえあればハリマは助かるのだ。ラーの雫、俺持ってねえだろう。あったヤタの鏡、これあったの最初から。はい、あれあったよ。おお、それはそなたが持っているのはまさしく書物で見たラーの雫。それをヤタの鏡に使えば飛竜の呪いを受けた息子のハリマを元に戻してやれるかもしれぬ。のう旅の者よ、穂村の巫女ヤヤクの立っての頼みだ。そのラーの雫を譲ってくれぬか。もちろんだ、もちろんだよ。おお、おお、かたじけない。それでは早速ラーの雫をヤタの鏡に使ってみよう。おお、なんとまばゆい私。これが真のヤタの鏡の姿なのか。これならばきっと。戻ってくれよ。鏡よ、そのまれたたえまれなき光でいいのか。我らを縛り続ける飛竜の宿命の鎖を断ち切ってくれ。生き返ってくれ、頼むぞ。一瞬だけっていうのなしだぜ。ハリマ、アリアマ、母上、なんちゅう美しい母上なんじゃお前。素敵だよ。よくぞよくぞ戻ってきてくれた。もう一度この顔を見られるなんて、これほど嬉しいことはない。母がどれほどそなたに会いたかったか。幾千の孤独と苦しみの夜を耐えながら必ず戻ってくると信じて待っていたよ。母上、ご心配おかけ申した。これでもう二度と人食い飛竜が里を襲うことはないでしょう。母上、この方たちは？この者たちは我らが宿命の解放者ヤタの鏡の真の姿を取り戻し、そなたの呪いを解いてくれた旅の者じゃ。ありがとう旅の者たちよ。そなたたちのおかげで飛竜の遺縁は断ち切られ、私は母と再会することができた。我ら母子、この恩は決して忘れぬ。里に帰ったら改めて礼をさせておくれ。穂村の里にある社で待っているぞ。生き返ったのか。いやー嬉しいねー。
やー嬉しい。社ね、おい大丈夫か、大丈夫かじいちゃん。播磨様から生き返られた理由はわからぬが、これからお二人の安泰を願って お百度参りを続けようぞ。無理すんなよ。わしがお二人のためにできることなどこれぐらいしかないからな。そなたも自分にできることをなすがよい。わかったじいちゃん、頑張れよ。びっくりした、鼻でにかかったじゃん。鼻でにかかりましたよ、本当に。本当に死んでんのかと思っちゃったよ。おお、嬉しいよね、嬉しいよね。待っていたぞ、ホムラの里の救世主、いや世界に光をもたらす者、勇者ピカよ。はい、私とちょっとなんか気色悪い笑い方でしたけどね。ふふ、はい、私とて巫女の端くれ、ラーの雫を持ってきた時の目を見て確信したのさ、そなたが勇者だとな。バレたか。そなたの使命は邪悪なもののものを打ち滅ぼし、世界中の人々を救うこと。古の時代より日の野木火山の火口には聖なる力が宿っていると言われてきた。もしかするとその聖なる力がそなたの助けになるかもしれん。さあこれを受け取ってくれ。うん、あれ俺でももう勇者の剣持ってるよ、売っちゃってるよ多分。私がまだわらべの頃にこういった言い伝えを聞いたことがある。炎の山の頂にて聖なる種火を投げ入れしとき、遥か古より伝わる大いなる火事場がよみがえるだろう。そういった伝承を守るため火山の頂上は長い間禁足地として封じられてきた。だがそなたなら話は別だ。ピカよ、勇者の使命を果たすため禁足地の火事場を大いに役立ててくれ。そなたの旅の無事をここで祈っているぞ。わかった、播磨殿、来てくれたのだね、旅の者たちよ。そなたたちの助けがなければ私は危うく飛竜として身も心も染められるところだった。飛竜は人を喰らう邪悪な魔物、もし私が飛竜になっていたといたらと思うと身の毛がよだつ。しかしあのような希少な品を 見つけてくるとはそなたには感謝してもしきれぬ。さあどうかこれを受け取ってほしい。名刀斬鉄丸を受け取った。その品は古よりホムラの里に伝わる風や雷も咲くと言われる名刀。そなたたちならきっと使いこなせよう。そなたもまた浅からぬ業を背負い、少なからぬ縁のため剣を振るうのだろう。斬鉄丸がその支えとなるよう祈っておるぞ。いやありがとう、君がいれば小村の里は安泰だな。さらばじゃ。斬鉄丸はどんな威力なんじゃ。
斬鉄丸装備できねえな。シルビアか。え？斬鉄丸カミュか。あった、強っ、強い。ちょっと待って、グラディウス、ファルコンダガー、ファルコンダガーとグラディウスどっち強いんだっけな。ん？あれ？右手に斬鉄丸装備できない、利き手にしか装備できねえのか。まあそしたら斬鉄丸装備しとけ。あ、両手剣、片手剣か。あー、斬鉄丸ドリで強くなるはずだ。これが斬鉄丸ですね。素晴らしい名刀ではございませんか。残念ながら、どっちがどっちだっけ。グラディウスとファルコンダーがね、413とグラディウスが395。いや、俺逆に装備してたな。ファルコンダーがの方強いわ。じゃあこれ、ここにグラディウスと、逆に装備してたかもしんないな。そしたら、これで多分これは解決でしょう。あ、ちょっと待って。ピカ、勇者の剣、シン、装備してるよ。今頃これもらったところで、どうすんの？勇者の剣もう作ってるんだけど。さらに強いの作れるのかな。これちょっと調べてみますわ。忘れてなければだけど忘れてかもしんないけどね、調べるのね。まあとりあえず女王の愛をね、受け入れましょう。はい、新しくバンデルフォン城跡地、その地下深くで伝説の残り火があなたを待っているようです。バンデルフォン、ここ行ってみよう。ピカ、呪文ピカルーラ、バンデルフォン、近海じゃねえな、地下。じゃあネルセンの宿屋で、あの地下か。ネルセンの試練行った場所の地下か。バンデルフォン国、王国跡。あ、ここだよね。城の跡とは書いてないけどね。あ、ここでいいのかな。ここでいいのかな。バンデルフォン城跡地だよね。
これ国の跡なってるんですけど、ヴァンデルフォン城跡地ってどこですか？その地下深くで伝説の残り火があなたを待っているようです。ヴァンデルフォン王国跡になってるよ。城跡じゃねえんだよ。ここ違うんかな。でも地下って言ったらここしかわかんないんだけど、俺こことあともう一個あっちね。やっぱりちょっと違うね。ここじゃないわ絶対。これはちょっと調べとかないと、調べないとわかんねえや。そしたらね、ソルティコのね、まあここで、でっけえもんだなこれ。まあこれどっから入り口あんだ。箱なんか部屋あるけどね、そんなもんは知らないよね。ね、ここのあの、そしたらシルビアの父ちゃんのねクエスト、なんだ、叶えてあげましょうじゃなくて、それクリアしていきましょう。宿屋、まあなぜ戻ってきたかというとね、内容をすっかり忘れているからですね。誰を倒すのかさっぱりわからないようになっていますからね。どこで誰を倒せばいいんじゃ俺は。失礼いたす。デルカコスタ地方にあるデルカダール神殿に黄金に輝く巨人が封印されている。俺が封印を解いておくから巨人を倒してこい。ただし普通に勝つだけじゃダメだ。ゴリアテとグレイグ2人の変態パワーを合わせて大魔人斬りでとどめを刺せ。これが試練だ。この大魔人斬りはもう覚えちゃったから、もうちょっと粘ってなんだゾーン入ればね問題ないと思います。デルカコスタ地方のデルカダール神殿ね。わかった。よし、そしたらデルカコスタ、ピカルーラ、デルカダール城、ここら辺なの。導きの教会、デルカダール神殿って、ここから行けっか。城下町、まあデルカダール城、城下町、デルカコスタ地方行けばいいんだね。 OK。 そしたら馬に乗って突っ走るぜ。いやー綺麗だね。眺めじゃ。おお。
こっちでいいのか。石の村、デルカコスタ地方。左の近そうだな。石の村ってあのエマいるとこですね。いやしかしあのバンデルフォンの城の跡のね、なんか炎が舞っているっていうの気になるな。あれ全然意味わかんなかった。あーお前尻尾邪魔、お前来んな来んな。よしよしよし、これこっち何、あーこっちワープできんのか。ちょっと待ってね、このあの焚き火さ、焚き火ちょっとアクティブにしたい。焚き火ちょっとあの解放しとこう。これ多分ワープできない、ね、よしこれで OK。で夜なっちゃった。デルカコスタ地方への道、オッケー。うん、あれがデルカダール神殿か。デルカダール神殿ってあのベロちゃんじゃなく、ベロちゃんとセイニャを、ベロちゃんと一緒にセイニャ助けに行った神殿か。右か。おい行き過ぎてんじゃねえか。なんで、道合ってるか、逆行ってんじゃねえか俺。あ、じゃあまだ行き過ぎてんじゃなくて、まだ進まないといけないんだ、こっちじゃなくてね。まだ進まないといけない。あ、ここだよ、この神殿。やっぱりここだ。セイニャ眠ってたところで、熟睡し爆睡してたところで、セイニャが、うん、セイニャがね爆睡してたところですね。おいいよいいよ、すんげえ階段だなお前。エスカレーターぐらいつけとけやな。でここ進んでいけばいいの。ここだっけな、セイニャいたの。違ったか、違うか。
れは違うかもしれないな。セーニャはあれだもんね、ネルセンの石像のそばで寝てたもんね。ここじゃないか。まず階段上がっていかなければいけないと思うからこっちだよね。あれ？降りてったぞ。あいつだな、金のあいつだ。そしたらだ、え、あ、こいつだよね。そしたら敵と戦って、ちょっとゾーン待ちますね今ね。はい、今ね、グレイグとシルビア、まあどっちか一人でいいんですけど、いいと思うんですけど、まあ2人ともゾーン状態になってるんで、まあこれでやれるんじゃねえか。ゴン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 、何時試練に挑むものよ、何時試練に挑むものよ、我は試練なり、我は試練なり、何時らに課された試練とは、2人で使う大魔神斬りを用いて我らを倒すこと、我ら一方ではならぬ、我ら双方ともにゾーン状態のグレイグが使えるシルビアとの連携技、あ、グレイグがゾーンでなければいけないのか、大魔神斬りで倒せ。何時試練に挑む者よ、何時試練を受けるか。はい、では行くぞ、では行くぞ、我は試練なり、我は試練なり。さて、これはまずね、特にまあ死なないでしょこれ。ギガブレイク、でまあ攻撃どんなもんだ。ああまだ全然余裕そうだ、ね。まあ、特に魔力覚醒、呪文か。イオグランテ。まだだな。でも大魔神斬り使ったらさ、ゾーン溶けちゃうんじゃねえの？ちょ待って、連携大魔神斬り敵一体にでしょ、二つともって不可能じゃないか。ゾーン溶けちゃうぜ。これちょっとわかんねえな。待って、またわっきょうがんねえこと言っちゃったらこいつら。まだ全然余裕だな。
アモーレショットメタパニーダンスローズタイフーンだな。バイキルとグレイグ。早くしないとこうグレイグのゾーンがね溶けちゃうから。ベホイムピカ、ピカ特技、覇王山。まあ、試練その1は少々やばくなってきている。まだでもとどめはさせないだろう。まあこれ一応大魔神切り使ってみっか。ほら解き放っちゃうぜ。何これ、これまだ無理っぽいわ。無理なあのゾーン常に入れるようならないと、これ無理だわ。無理なお願いだわこれ。これはやらない、うん、もうあのこれはやらないと思う。もうクリアまでやらないと思う。そしたらまあこれはね、呪文ベホイムはないのか。ベホイムはないから、まあ特技の、はい、はは倒してしまったぞ。なんちゅうこっちゃ。うん、これはまあ勝つだけ勝ってやらないですね。もうね、こういうわけのわからんのに付き合っていたらちょっとねブチ切れちゃうからね、やめときましょう。これ1体だけその大魔神切りでとどめ刺すっていうのならまだしもわかるけど、まあこれ2体とも大魔神切りでとどめさせていたらグレイグね常にゾーン入ってる状態で投げないと、1回時計放っちゃったらねもうしばらく入らないから、もう無理っていうか、そのなんかゾーンに入るなんか道具かアイテム持ってない限り不可能なことですねこれ。そのアイテムどこにあるか分かんないから、まあこの試練は受けなくてもいいだろう。うん、これ連携使えないもんね。特技じゃないよな。ああ無理だな、無理っぽいね。うん、わかった。はい、倒した。まあ経験値もらえたからいいや。
我ら双方ともにグレイグ、ゾーン状態のグレイグが使えるシルビアとの連携大魔神斬りで倒せ、我ら双方ともに。ねえ、これは無理だね。わかった、もう来ない。よし、そしたらまあ残念な終わり方ですけどもね、まあ今回はここまでにするとしてですね、次回はですね、女王様のねドラゴンにもう一度挑戦してみたい。まあそのドラゴンめちゃくちゃ強かったから、ドラゴンよりもね、まず最後の試練ですね、このソルティコのこれはもうやれないわ。ゾーン状態に常になる方法はまあ一応調べてみますけど、それもちょっと厄介そうだったら無視します。で、クレーモラン城の女王が強き者を求めているドラゴンを倒すやつですけども、このドラゴン麻痺攻撃でめちゃくちゃもう手も足も出なかったんで、まあ試練の方がまだいいんじゃないかな、まあ、もうちょっとマシにいけるんじゃないかなと思うから、まあ試練、勇者の試練先にクリアしてしまいたいと思います。でその次にこのドラゴンに挑戦と。でこのバンデルフンでですね、バンデルフォンもこれはちょっと調べないとわからないね。調べときます。はい、それでは今回はまあこういう感じになってしまいましたけども、ここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。お前たち難しすぎ。はい、じゃあまたねー。